おはようございます。新宿駅のホームに来ております。今日は日本一周の旅の続きをやりたいと思います。今回から北に向かいまして、残る都道府県の訪問を進めていきます。現在訪問済みの都道府県はこの赤く塗ったところです。未訪問の県は残り4つ、埼玉県、栃木県、山形県、秋田県です。まずは湘南新宿ライン乗りまして、埼玉県の大宮に行きたいと思います。これから乗りますのは上から2段目、宇都宮線直通の普通7時59分発小金井行きです。湘南新宿ラインです。新宿を出発、大宮まで湘南新宿ラインで30分です。荒川を渡りまして埼玉県に入ります。30分かけて大宮に到着します。大宮です。これで埼玉県も訪問済みとなります。残る都道府県は3つ、次は栃木県宇都宮を目指します。ここから東北新幹線を利用します。8時53分発の那須の郡山行きです。新幹線は大宮から先、上越新幹線方面と東北新幹線方面に分かれます。車窓には水田が広がっています。まだ田植え前のようですけれども、もう間もなく田植えが始まりそうな感じがします。2月から始まった日本一周の旅、季節は春へと進んでいます。ゴールの稚内に向けてこれから北上しますので、途中桜前線とぶつかると思います。桜前線はどのあたりでしょうか。栃木県宇都宮に到着です。日本一周の旅、これにて栃木県も訪問済みとなりました。残るは山形県と秋田県の2県だけです。宇都宮は餃子の町です。地元の石を使って餃子の像が作られていました。駅前は餃子であふれ返っていました。本当はここで餃子を食べたかったんですけれども、時間がまだ早すぎたので諦めました。一方こちらは先ほどとは反対側、宇都宮駅東口です。 BRT の開業によって宇都宮がガラリと変わります。現在まだ工事中です。あまり餃子っぽさはないですね。もしかしたらこれから餃子っぽさが出てくるのかもしれません。はい、次は山形新幹線翼に乗りまして、山形県の新庄まで行きます。新幹線来ていました。東北新幹線と連結されています。山形新幹線直通の翼はもっと前の方ですね。こちらで連結されています。福島で切り離しが行われます。新庄までは2時間40分です。長いです。なお東北新幹線は3月の地震の影響でまだ臨時ダイヤで運転していました。そのため本数の減少、そして所要時間の増加が発生しています。その煽りを受けまして、今日は朝早く7時台の出発となりました。郡山近くの車両基地には特急日立の車両が置かれていました。福島です。ここで東北新幹線との切り離しが行われます。全車指定席で自由席はございません。
島からは在来線大本線内を走ることになります。そのためあまりスピードは出せません。まだ雪が残っています。米沢です。米沢では羽越本線方面、米坂線が乗り入れています。この列車臨時という表示がされています。地震の影響で臨時ダイヤでの運転が続いています。福島駅付近はまだ徐行運転でした。山形県はフルーツ王国と言っていいでしょう。梨、リンゴ、サクランボなどが取れます。特にラフランスという西洋梨が有名ですね。山形に到着です。駅名にまでサクランボがついています。そしてありがとうございました。まもなくサクランボ東出、サクランボ東出です。車窓には綺麗な雪間が見えます。これは出羽三山でしょうか。合山などがある出羽三山、間違ってたらごめんなさい。しました。山形新幹線翼の終点です。山形新幹線の線路はここまで。車止めがついています。しかし車止めの先にはまた別の線路があります。こちらは陸羽西線天沼酒田方面の線路です。そしてもう一方のこちらは大本線の続きとなります秋田行きです。あとはそのお隣は陸羽東線になります。小田で東北本線と接続します。新庄駅改札の外です。開放感がある作りです。新庄駅の周辺でお昼ご飯を食べたいと思います。ではここで新庄駅の外に出ましたので山形県も訪問済みとなりました。残るは秋田県一つです。道路の作りを見ていますと冬は雪が多そうな作りになっています。さて今日のお昼はこちらでいただきました。急行食堂、昭和っぽい雰囲気の食堂です。鶏もつラーメンを頼みました。新庄名物だそうです。雰囲気は昭和の食堂ですけれども中は禁煙です。ラーメンとしては割とあっさりめかなと思います。鶏もつの出汁が入っています。もちろん鶏もつの本体もこのように入っています。ゆで卵の黄身も入っていました。スープまで飲み干してしまいました。ごちそうさまでした。後でものすごく喉が渇きました。さてこちらは反対側新庄駅の東口です。東口は駐車場が多いですね。そしてまだ桜が咲いていました。ようやく桜前線に追いついたようです。満開の桜の木が並んでいました。はい、では旅の続きです。旅の続きは大本線に乗りまして秋田に行きます。こちら4番線から発車です。終点の秋田まで利用します。では新庄から秋田まで2時間36分の長い乗車となります。この列車は全ての駅に停車します。新庄から秋田までですけれども地図で見るとそんなに遠回りではないということが分かります。ここで陸羽西線と分かります。満開の桜が美しいです。
桜は満開ですが、雪はまだまだ残っています。ただ積もってからだいぶ日数が経っているものと思われます。雪の量が多いのはもちろんだと思いますけれども、気温が低くてあまり雪が溶けないんだと思います。横手です。横手は焼きそばの町として有名です。まもなく大曲です。大曲で秋田新幹線と接続します。大曲から先秋田までは秋田新幹線と並走することになります。秋田新幹線は大曲で田沢湖線から大本線に乗り入れますので、その影響でスイッチバックが行われます。右の方に分かれていくのが田沢湖線です。隣を走るのが秋田新幹線です。在来線とは線路の幅が違います。大本線の在来線と秋田新幹線とで線路が区別されています。時速100キロを超えています。それではまもなく秋田に到着します。時間はかかりましたが、列車のスピードはよく出ていました。秋田駅に到着しました。在来線と新幹線とで改札が分かれています。改札を出ますと秋田犬が早速出迎えてくれます。秋田犬は天然記念物に指定されている大型犬です。爪もしっかりと再現されています。そのお隣にはナマハゲがいました。男鹿半島で行われている伝統的な行事です。このアイミガーおがさよく奇跡だな。おしりとかいっぱいあるからじっくり見ていってきね。はい、ではこれをもちまして秋田県も訪問済みとなりました。日本一周の旅、日本列島すべての都道府県に訪問しました。しかし旅のゴールは稚内です。まだここがゴールではありません。ということで次回からは稚内に向けてさらに北上していきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。